じさん、おじさんじゃねえよ。まあおじさんでもまあいいんですけど、料理のおじさん、リュウジです。はい、ということでですね、お笑いズク系料理チャンネル、リュウジのお兄さん、料理です。僕のレシピじゃないです。今日エバラさんと結構あのお仕事させていただいてるんですけども、エバラさんが黄金のタレ、これで麻婆豆腐を作るっていうレシピがエバラさんにあって、僕あの今日作るの初めてなんですけども、あのレシピをいただいたので作ってみたいと思います。なんかめちゃめちゃ気になったので、ちょっと作ってみたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。まず豚のひき肉 150g です。ちょっとねレシピ見ながらやります。僕のレシピじゃないので。切る豆腐が1丁、まあ、今回はね 150g×2 300g、使います。長ネギが1/2本、はい、太めのもの今日用意しました。青い部分をね、用意しましたので、これを使っていきます。エバラの黄金のタレですね、これ 100g って書いてあります。お水はまあ後で、持ってきます。 50ml ですね。はい、水溶き片栗粉、今回は小さじ1の片栗粉を倍量、小さじ1の片栗粉を倍量の水で溶いたものを用意してます。あとサラダ油、適量って書いてあるのでよく分かんなかったので小さじ2ぐらい入れてます。ごま油ですね、小さじ1半ぐらい、豆板醤山盛り小さじ1ぐらいで、今回これでやっていきたいなっていうふうに思います。はい、じゃあやっていきます。まずお豆腐なんですけども、なんか水切りしてくれって書いてあるんで、若干切っていく。重しを乗せて何分とかっていうのは面倒くさいのでしたくないので、ここがダメですよね。レシピに従わないっていうね。でもあの結構ね、これでも水気切れると思います。でやってくださいね。チャーハンの時にそなんか結構反響あったらしいんですけど、あこうやって切るんだみたいな、これが自然すぎて、全然なんか特殊なことやってる感なかったんですけど、ここをつなげとくんです。そうするとねばらけないんですよね。まあ、この青いところはね、ばらけやすいので後で切るとして、最初ねここ切っちゃいます。はい、こんな感じで切っていけるんですね。こっちでね、いい感じのみじん切りになりましたね。もうここら辺はもう人それぞれ。動画が6本目なんですけど、そんなに酔ってないんですよね、僕ね。まずですね、フライパン火つけてください。ここにですね、油、まあ、小さじ2ぐらいですね、2ぐらい。ちょっとね、温めますね。はい、最初にちょっと豆板醤から炒めていきます。ネギも入れちゃいます。豆板醤炒めるとね、結構ね、いい香りが出ますんで、そういうレシピの配慮だと思います。今日ね、ひき肉が家になかったんで、こま肉ひいたものです。これちょっとね、香りが出てきたら、ひき肉もね、入れちゃいたいと思います。ネギの香りも、お肉によくつくと思います。にしても、肉多いですね。ひき肉もいい感じで火通ったと思います。焼き肉のタレ、100g って書いてあったんだけども、測ったら 90cc ぐらいだったんで、90cc、 水を 50cc 沸騰させていきますね、このままね。今ね沸いてきたんで、もうね豆腐入れちゃう。で豆腐もなんかレシピだと手で崩して入れてくださいっていうので、手で崩して入れます。あの多分ね混ぜてる時に結構崩れていくので、結構ね大きめでいいと思います、僕の経験上。結構ね煮立ってきましたね、これね。片栗粉はね入れる直前にね回して入れてくださいね、これね。はい、でまあ、ちょっとあの火を弱めてで回しかけまーす。はい、でこの時に、豆腐もいい感じに崩していくと、完全に見た目麻婆豆腐になっちゃう。ちょっと火強めまして、ごま油、はい、小さじ1半ぐらいですね、これね。あ、すごい香り、めっちゃ簡単これ。こんな感じでね、うまそうだなこれ。ちょっとレシピにはないんですけども、ちょっと彩りでね、青ネギをでうちにあったので、使うだけなんですけども、糸の唐辛子ですね、はい、麻婆豆腐っぽさが出ると思います。こちらエバラさんのレシピになります。黄金麻婆豆腐の完成です。ハイボールの選ぶできましたんで、いただきたいと思います。いただきます。まあちょっといただこうと思います。いただきます。香りはすっごくいいですよ。ごま油の香りが立っててすごく美味しそうです。いただきます。これはうまいわ。甘さがね非常にね立ってて、かなりねご飯いける味付けになってますね。すっごく美味しい。さすがエバラさんだよね、これ。子供でも食べられるもん。
尖ったからじゃなくて、これはお子様でも全然食べられる甘口のレシピになってます。これならね、家族全員食べれますよこれね。お肉もすごいいっぱい入ってるから食べ応えもあるし、これもう一皿あればもうこれとご飯でもガンガン食べれちゃいますね。これネギもですね、最初に炒めてあるからシャキシャキ感甘さになってるんですよね。すごく食べやすい。作った方称賛したいなっていうふうに思う。すっごく美味しい。僕的には酒か、やっぱハイボール、ハイボールいい。僕はですね、ラー油、ラー油ね、一皿し酒飲みカスタマイズですね。いただきます。わあ、これいけるぞー。おい、あー酒いけますねこれ。未知の味を体験できるから非常に楽しいですね。黄金のタレ好きだからねうまいだろうなと思ったんですけど、本当に美味しいですこれ。たまらん。甘口の麻婆豆腐が好きな方は絶対ハマりますね。味もね、濃すぎず薄すぎず、もう非常に美味しい。ということで皆さんもですね、ぜひ作ってみてください。めっちゃ簡単にできました。